皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットの S です。今回ですね、フォアツッツキの基本っていうところでやっていきたいと思うんですが、まあ、フォアのツッツキってこれ結構難しいんですよね。バックのツッツキは結構みんなスイ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 行くんですけど、フォアのツッツキこれ非常に難しいです。かなり難しいです。で、私もこうなんとなく形こういう形で打ちましょう打ちましょうっていうことは言ってますし、頭の中のイメージもあるんですけど、実はうまく教えられないことが非常に多くてですね、結構苦労していろいろこうやってやったらいいのか、こうやってやったらいいのかな、足がおかしいのかな、手がおかしいのかな、バックスイングがおかしいのかな、いろんなことを考えながらやったんですが、なんとなくこう分かってきたんですね。ちょっと動きを分析して4つのポイントをやっていこうかなと思います。まず1つ目ですね。1つ目ラケットの角度なんですけど、まあ、ラケットの角度ぶっちゃけこう切りたいかとか安定させたいかとか切る感覚あるかとかで結構変わってくるんですけど、まあ、とりあえず今回無難に45度にしときましょう。動きを意識すると切れる方もちょっと切りづらくなったりとかいろいろ出てくるので、まあ、とりあえず台に入れやすい45度でやっていただいて、こう動きとか分かってきたりとか、しっくりきたらこうちょっと寝かして切ったりとか、いろんなことを試していただいたらいいんじゃないかなと思います。で、2つ目ですね。2つ目は手のまず構えなんですけど、まず窮屈にならないぐらいに両手を前に出しておいてください。はい、結構多いのが左手が落ちてこうやってつっついてる方ですね。で、これはなんかこうすごい右手に力が入ってしまいやすくてですね、やっぱり左手が仕事をしてない状態、もちろん上手な選手こう引く力でやるので仕事してないわけではないトップ選手とか上手な選手もいるんですけど、苦手な選手で左手が落ちてる方はほぼほぼ仕事してないです。右手ばっかり力入っちゃう状態、これはあまりよろしくないので、そういう方は必ずこう窮屈にこうグッて力入ったりとか伸ばしすぎたりしないぐらい窮屈にならない範囲でこう両手を前に出してもらうとまあいいかなと。で、その状態でラケット45度で相手の方を向けてくださいという感じですね。こういう感じで構えていただくということですね。で、3つ目で、この状態でまあボールのところに行っても移動とか細かいこと言うとポイントもう6個7個8個って出てきちゃいそうなんで、まあ、ボールのところ行ってると仮定して、で先ほどの説明のはボールのところ行きました。この状態でそしたらどうするかっていうと、バックスイングをこう引いてしまうとこれ実は不格好になる原因の一つなんですね。結構よくあるのがしっかり引いてボールの底を取りましょう、気づいたらカットみたいなつつきになっていて早い打点で取ったり台の上で取ったりできない続きになっている方も特にレディースの方とか多いんですけど、そうではなくラケット出したらこの角度維持した状態で右腰をこう前にグッて回してくるような形で突っつく、そうすると、まあ、左手も添えてますので左手引きながら右腰を出すようなイメージ。実はこれどうですか、結構スイングしてるように見えますよね。でも腕の力全然使ってないです。で、ラケットも引いてないです。でもスイングしてる感じになる、はい、これがすごい大事で、力を入れてスイングすると手がこうそっくり返ったりとか、なんかこうガーンって台にぶつけたりとか、なんかすごい変な力が入ってしまいますので、この時に両手添えて力抜いてこう右腰を前にこう回転して出すようなイメージでやってもらうと自然にこうラケット動いてくれるんですね。その力を使って突っつきましょうというところですね。はい、で、4つ目のポイント。で、この時右腰出しますとラケットの角度が横向いちゃう方結構多いです。なのでこう体はこういう風に動くんですけど、ラケットの角度だけは打ちたい方向に向いて維持するような形なので、この辺手首とかに力入るとこの角度の維持ができなくて横向いちゃいますから、できるだけ打ちたいところを向いてその面をずっと向いたままこう動いていくようなイメージをしてもらうと安定して、はい、はい、
はい、つっつけるような感じですね。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。これが、これをやってから、まあ、教えてるレディースの方とか、ちょっと上手にできない、方が、ツッツキが結構綺麗な形で打って、力も抜けて安定して、コントロールしやすくなったっていう感じですね。はい。で、まあ、もともとラケットの角度を維持してやろうとすると、こう、腕を振って手打ちになったりする、傾向にあるので、必ず動かす位置は、こことか左手とかを使って、こう、動かしますよっていうところだけ、まあ、覚えてもらったら、非常に綺麗にフォアのツッツキ、まあ、カットみたいにもならずに、しっかりと台の上のツッツキとしてできるのかなと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。